はい、どうも、織田信長です。ジャッジアイズの実況プレイをやっていきたいと思います。前回クソ坊主を論破したっていうので、ハムラーの頭が無罪になったところで終わったって感じだったんじゃないでしょうかっていうのを、さっき自分の動画を見て思い返しました。お、前回のあらすじ、ありがとう。2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが、ナレーションは中尾明さんですね。源田さんがやってくれてるね。かつて弁護士だった神室町の探偵、いやーねー、いろんなゲームしてるからね、ちょっとね、記憶が飛び飛びなんですよね。真犯人の存在をごく間近に、はいはい、お目目をえぐられるっていう事件がね。八神はモグラと名を付けた。モグラ、はいはいはい。お、チャプター2なんですね。アンダーザウォーター、はいはい。もう覚えてないな。一応キプレイなんですけどね、キプレイだし、いろんな人の実況もね見てるんですよ。自分でもやって他の人も見たいっていうぐらい、ゲームをするのも実況を見るのも好きなんで。はいはい。この間の組以外にあと2人、全員協会、協力会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつにハムラの頭は組を引き渡してたんだ。うんうんうん、真犯人がいるんだよね。つまりハムラの頭はモグラとグルだ。はいはい。でもあいつはそのことをまんまと隠しきったまま無罪放免。そうだよね。俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるなら真犯人を探そう。金にはならねえけど。そう言うなって。金にはならなくてもすっきりはするからね。頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。うんうん。だからここに来たんだろ。現場検証ですね。また最初の犠牲者はこの場所で見つかった。3人中の残りの2人の1人 の死んだ場所を検証してるって感じですかね。被害者は協力会の真柴健吉、27歳。若いね。よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報が。やっぱ人間大体ね、80、90、100歳ぐらいまで生きるから、27歳で死ぬってね、若いよな。この間クメン時とほとんど一緒。うんうん、この人は目がえぐられたってあれだからね。いや、ネットの情報じゃそこまで出てね。ほう、そっか。それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。うんうん。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。やるんだよ。やれるじゃなくてやるんだよ。やる気が失せる、黙ってろ大丈夫、俺らならやれる。大丈夫、俺らならやれる。いいタッグだからね。その自信はどっから来るんだモグラを追う鍵はハムラの頭が握ってる。はい。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない？まあ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。まだ情報収集ですか？地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。なるほどな。分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。ほう。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。ああ、綾部のことか。綾部は海藤さんがコネを持っている汚職刑事、汚職デカだね。警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。よろしく。オッケー、じゃあバラバラ行動だね。
天下一通りに行けばいいってことですね。左。おい、ごめんね。ごめんね、イケメンが通るよ。猫のクソ踏んじまった。あー、喧嘩だ。仕方ねえ。最近ね、最近、ね、竜子男の8の字、痛い、ガードどうだっけ。よくごとく8の実況も始めたんですよ。あ、ごめんなさい。でね、8とね、やり方が違うんでね。久しぶりの喧嘩だ。はぁ、あ、やり方が違うからね。ちょっと、久々の撮影なので、またやり方に慣れるまで時間かかるかもしれないですが。優しい目で見てください。あ、ピザ食べたいなぁ。いいなぁ。ここってなってるな。ここか。ここか。はい。天下一通りの裏路地ね。モグラの二人目の犠牲者はこの辺で見つかったはずだ。確か死体はゴミ捨て場にあったって話だった。どの辺のことだ。ゴミ捨て場ここでしょ。あ、震えてんね。ゴミ捨て場、あんにゃんにゃんが泣いてるー。ピカピカしてるよ。これって、ネジ。関係ねえ。にゃんにゃん探しましょうかね。これにゃんにゃんじゃない。なんかこの辺震えるんだよ。この辺がめっちゃ震えるの。もっとこっちの方行くってこと？にゃんにゃんいないんだけど。なんでこの辺で。この辺めっちゃ震えるんだよね。にゃんにゃんどこだ。でもね、何かがあると、あ、おった！にゃんにゃん！なんでこれ震えるんだろう、こっち。行ったらあかん方向を見てるから。なんだ？お。死体。おう。じゃあ震えるってことは、この辺も。これは。車が入ってくるのは無理だなぁ。抱っこして持って連れてこられたって感じなのかな。こんなもんかな。いいかな。ん？まだまだ震えるね。カムロ町に溶け込んでる人間。よし、じゃあ終わりましょう。調査資料でもないと調べようがない。無駄足だったかな。お？止まれ！おお、来ました、私の推し。仮面かけててもかっこいいわ。早く顔が見たい。私ね、つくもさんもね、顔かっこいいし好きなんですけどね、この人めっちゃかっこいいんですよ。いやー、軽やかな動き。服装もいいよね。あー、かっこいい。ちょっと警察舐めてる感じはちょっとね、あれだけど。お、ここで合流する。え、ここで合流するんだっけ。あ、そうだ。なるほど。ここでこうの、こうの、そうの、こうでなるんだよ。いただきまーす。おい、待て。え、チェイスか。そこ止まれ。俺、何もやってねえよ。ちょっと服装似てるからね。上等だよ。上等。いやー、仮面のボーイを追いかけるっていう感じですね。いきなりさ、そういうの良くないって。仮面の男を追いかけろみたいなこと言ってたじゃん今。はい、危ない。痛い。だ、あー、かっこいい。キムタクはダサい。違う、違う、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。これビデオ、罰を押さなくていいのか。私罰ずっと押してたわ。
バルバルバル、ごめんなさいごめんなさい、どこ行った三角どこ、ほらこっちこっちって、背もかっこいいんだよね。うん、もうこれやめて、ホップステップジャーンプ、もっと早くね、はいはい、ごめんなさい、こっち避けんの遅くねこっちこっちこっち、ほらこっちこっち、こっちこっち、ちょっとコーンがコーンがコーンが、これは早いよ、どこ行った、あ、それで本気、目の前だ、よっとよっと、遅い遅い遅いって、早く早く、で警察追いかけてこないのかよ、ごめんなさい、三角三角、おお上行った、ぐる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 、早いねー、やっぱさすがだね、チェイス完了、終わりか、あー早く顔見せて、うぅ、いやキムタクも負けじと追いかけますよ、いけいけ、そこはいけるか、頑張ってジャンプして、危ない、これ落ちたやつが怖いわ、その下に 人がおったら危ないよ事故起きるよ、で助けてくれるか、下に人はいないかい、大丈夫かいあーよかった、礼なら期待すんなよこれ頑張ったご褒美、はい、声もかっこいいです、好きです、俺のだろまあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ、サンキュー、サンキュー、計画だと、何がサンキューだこの野郎それじゃ、なんか声がね、私が実況を見た時の声と違う気がするんだよな、あれかな、仮面かぶってるから声がこもってる風にちゃんとアフレコされてるのかな、窃盗だ、わあ危なかった、焦ったね、こんな高いビルから落ちたらもう終わりだったよ、海藤さんから電話かかってたよね、急に電話切れちまったが大丈夫なのか、綾部と連絡が取れた、モグラの調査資料を当たらせてる、用意ができたら連絡が来るよん、はい、一息入れるか、源田先生ともしばらく話してないから源田先生のとこに行こう、どこ帰り道、あがったわ、チュー、もう手の皮がやばいって、あ、ほんでここに戻ってきたんだね、とりあえず源田先生のとこに行きましょう、お兄さん助けて、お腹が空きすぎてか、腹が痛いんか、それとも、あー拾い食いでもしたんじゃないの、病院はダメだ、そんな金ね、諸星先生を呼んでくれ、あ、フレンドイベントだね、児童公園のマンホールから入れる、児童公園のマンホールね、近藤が呼んでると言えばわかるから。オッケー。じゃあ、まず、なんだ。あ、これ落ちてきたからね。ごめんね。あ、当たらなかった？あー、よかったね。ごめんね。その仕業は私だ。ちょっとね、イケメンを追いかけてたらね、イケメンがイケメンを追いかけてたら、こう、ちょっとね、なんだ？どこだ？ちょっとバットはよろしくないんじゃないでしょうか、おし、なんか無言プレイしてた私
と実況者向いてないんじゃないかっていうぐらい無言プレイしちゃうんだよね。調べる。こんな簡単に開くわけないんだけどね。また手の皮がすりむけるよ。わあ、この地下も懐かしいなあ。秋山さんとかがね、ここでねんねんしてたりしてたんだよね。雲隠れしてる時とかね。あ、これかな？先生。あなたが諸星先生？そうだが、あんたは？八神って言います。知らない名前だ。何か用かな？近藤さんだよ。近藤さんが呼んでるよ。コンドルが呼んでるっていう項目あったね。近藤って人わかります？ホームレスの人。その人があんたを呼んでます。近藤さんが？なんか腹が猛烈に痛いとこで諸星先生を呼んでくれって頼まれました。場所は第三公園です。あ、やっぱ仲いいんだね。ちょっと、仲いいからすぐ助けに行ったんだね。いやー、絶対に拾い食いだよね。いやー、助かった。ありがとう、諸星先生。それにお兄さん。近藤さん、また変なもの食べたの？いやー、どうだったかなー。残飯漁ったけど。面目ない。だったかな？はい。迷惑かけたな。この人、いつも変なもの食べて腹壊すんだよ。私もね、お腹弱いからね、賞味期限がね、2日前とかのものはもう食べないですね。お医者さんなんですか？昔ちょっとな。なんとか大学ってでっけえ医大のお医者さんだったんだよ。教授選挙に負けて落ちこぼれ。落ちつぶれ。今は俺らの専属なんだよ。ホームレスの専門？専従の、お医者さんになったってことなんだね。こんなもんしかないが迷惑をかけたお詫びだ。あ、いいね。ありがとう。諸星先生、また会いに来るよ。フレンドイベントだからまたこれからも会えるって感じかな。じゃあなー。いやー、そういえば事務所に戻って、おばちゃん、大家さんのね、ご飯も食べてあげなきゃいけないんだけどね。うわ、壁に血がつく、壁に、喋れないな。今日ほんと下回らないな。今日もだね。壁に血がつくエフェクトっていうのもあったんだね。さてさて、連打法律事務所はこちらですね。ありましたありました。連打法律事務所、着きました着きました。お、先生座ってる。あ、星野くんもだ。先生、ヤッホー。やっと顔出しに来やがった。どうも。そんなにご無沙汰でした。おお、時系列的には何日ぐらい経ってるんだろう。今ちょうどお前のことを話してたとこだ。あら、お忙しいんですか、八神さん。ちょっとバタバタしてるね。金になる仕事があれば。いや、別にって忙しいよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。でもね、星野くんもね、黒帯持ってるんですよ、空手の。まあ、あとはストリートの我流だよ。まあ、空手？柔道？流派で言うと、カムロ町流？カムロ町で鍛えられた、みたいな。そうだね。何ですかそれ。ちょっとかっこよくないですか？いやー、星野くんもかっこいいよ。あの、八神さん。お、沙織さん何？実は、お願いしたい仕事があるんです。お、いいよ。ちょっともうちょっと前髪切りなよ。沙織さん顔かわいいんだからさ。今来ているのはこちらの案件です。お、浮気調査。8万円もらえるね。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。はい、わかった。いつも助かるよ、沙織さん。そういえばですね、私1日だけ急にね、39度の熱が出まして。あ、源田先生と喋るっていうのあるじゃん。
めんなさい。もう一回上がります。35度の熱が出てね、ちょっとね、怖かったんですよね。一日だけ編集もできなければ。この間の事件。あ、そうですね。ごめんごめん。私の話なんかどうでもいいんです。さあ、後で喋りますね。モグラを探ってること、先生に言ってなかったな、ね。何かまずいですか？いや、まずいっちゅうか。あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ。うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ。お前、羽村が真犯人隠してるって思ってんだろう。そうだね。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、羽村は。それはないしょ。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。まあそうそう、そうだよね。裁判の後売られた喧嘩は買わなきゃ。頭と何かやり取りは？新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ服部さん。うわー、狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますから。嫌な顔ね、八神さん。会いたくなかった。あ、今新谷が取材受けててよ。マジ最悪の組み合わせだ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。サングラス外せって。お宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。わってないや。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょ。ぜひ新谷先生とツーショットで1枚。おーい、撮んな撮んな。お茶をどうぞ。ありがとう、沙織さん。わざわざありがとうございます、城崎先生。ナイス、ありがとう。よし。なんであいつがいいんだよ。そうだね、浮気調査をしなきゃいけないということで、じゃあ一回事務所に帰ろうかな。いやー、そうね。そう、私あの1日だけ熱が出まして、というのも今撮影してる日の昨日の話なんであれなんですけど、もうね、この世の終わりだった。もう X の方でもつぶやくこともできなければ、誰に連絡することもできないしみたいな。だってもうね、みんなも気をつけてね。痛い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 。こっちは熱上がりなんだよ。ぐしゃぐしゃしてるから。こんにゃろ。よし。いやーねー、なんか一日でね、復活したんだよ。私、なんか得意体質って言っていいのかわからないんですけど、昔からね、熱は一日で収まるんですよ。長引いたことなくて。なんですけど、コロナにかかった時もか、一日だけ熱で、あとは味覚がないみたいな感じだって、なんですけどね、本当にね、でも周り仲良くしてる実況者さんとか、X でフォローしてる人たちとか、私の動画見てくれてる人とかも何人かいたんですけど、同じタイミングで熱出た、みたいな。うわ、びっくりした。誰も、やだだったんですよ。なので、多分クーラーかけすぎたとか、扇風機とクーラーコンボでやって、扇風機のタイマーをかけ忘れてて、そのまま朝になったっていうのが、範囲だと思います。皆さん気をつけてください。この人が浮気調査だね。あー、こんなあったな。はい。田口さんね。はい。お待たせしてすみません。すぐ鍵開けますんで。改めまして、探偵の八神と申します。浮気調査だとか？そうなんです。夫のことでして。夫が浮気してるか、ただの私の勘違いなのか、八神さんに確かめていただきたいんです。はいはい。こんな話あったな。これは覚えてるよ。詳しくお聞かせいただけますか？
私と主人は太平通りの喫茶店ヘブン。ヘブンじゃないよね。はコーヒー屋さんを営んでます開店以来ずっと夫婦寄り添って店を切り盛りしてきました。主人は無口ですけど優しくて、結婚してから40年、浮気どころか夫婦喧嘩もしたことがありません。素敵な夫婦じゃないですか。半年前ほどから主人がよく店を開けるようになったんです。パチンコや映画を見に行くことはありました。最近ほぼ毎日のように何か理由をつけて出かけるんです。じゃあ奥さんにお店を任せてずっと遊びほうけるってこと？カスじゃねえかよ新たな趣味を見つけたかもしれません。あなたくらいの年齢になるとよくあることでは。私も最初はそう思っていました。ただある日休養があって主人がいるはずのパチンコ店に行ったんですが、いませんでした。偶然違う場所に行ってたという可能性は、パチンコ店だって何件もあるでしょう。一度や二度じゃないんです。何度か主人が店を開けていくと、行ってた場所に行ってみたんですが、毎回主人はいませんでした。それは確かに気になりますね。主人が店を開けた後どこへ行ってるか調べてくれませんか。相手がどこの誰なのか明らかにしてほしいです。はいはい。あの主人が浮気するような女性がいるならどんな人なのか知りたいんです。知らない方が幸せということはあります。それでも気持ちは変わりませんか。はい、お願いします。依頼料は8万円ということで依頼を出していましたが、十分すぎるよ。ありがとう。主人はほぼ店を開けます。今日は新作の映画を見に行くと言っていました。店を出たご主人をつけてみます。はいはい。コーヒー店ね。あれなんて読むのIQ がバレるわ。あ、ちょうどここに帰ってきたってこと。見て、ここに帰ってきたからさ、ちょっと事務所狭すぎるわ。大家さんのねカレーか。うわ、ゴーヤ入ってる。私ゴーヤ嫌いなんだよね。沖縄の人が見てたらブチギレられるな。いや、美味しいは言わないけど、苦いのがダメだね。でもね、私沖縄に修学旅行行ったことがあるんですけど、本場のゴーヤ食べたら苦くなかったですね。カレーを作ってみました。ゴーヤを入れてあります。やっぱ本場のは違うんだね。だからゴーヤはね、その大阪にあるね、あの沖縄料理店みたいな、そこのも全然行けたのよ。だからその沖縄専門店か本場に行かないと食べないですね。スーパーに売ってるゴーヤとかは食べないです。まずいんか辛さとゴーヤの苦味が別々に主張して、あ、顔やばいよこれサムネにしようかな富岡さんに感想のメッセージを送ろう。味見しましたか。あの、これ味見されました。別々に主張してきて俺の口には合わないです。いやー、ちょっとやばかったね。想像するだけでやばいわ。やばいことにマシになってるといいな。オッケー。ではこれどこ通るのが正解なのか。あ、ここか。浮気調査行きましょうかね。モグラのことも調査しつつ、浮気調査もしつつで、いやー、忙しいなー。忙しいって幸せ。なんか何かしてないとね、あの日の事件のこと思い出しちゃうって言ってたからね、忙しいのは幸せだよね。私はね、家でゆっくりする方が好きなのでね、忙しいのはあんまり好きじゃないんですけど。もう少し若ければキャバクラで働けたかしら、だって。この辺だよね。あ、これか。ヘビーコーヒーね。ヘルシーとかさ、なんだっけ。ヘブンって呼んでたんだっけ。ヘブンは怖いよね。
あの人だね。じゃあまたあの追跡モードだね。さーて追いかけるぞーい。かわいいおじいちゃんだね。私ジジイキャラ好きなんだよね。さーて、まずはここに振り向いた。普通に歩いててさ、振り向くことってある？夜道とかならね、振り向いたりすることもあるかもしれないんですけど、次はあそこかな。隠れることもないかな。おっと、失礼倒してしまったわ。さあ止まってる。あ、進んだ。せっかちだからガシガシ行っちゃうんだよな私。ゆっくりだよねこういうのは。どうも変だな。あ、ごめんなさいごめんなさい、くしゃみしてました。今くしゃみしたのもね、クーラーが寒すぎる。な、戻ってきてない？あ、どの人だっけ？この手前の人だよね。あ、映画館の看板みたいな見てんのかな？待ち合わせかな？映画の広告を写真撮ってる。映画見に行くのは本当なのかな？と言いつつ私はこの物語を知ってるんですけど、レストランマフィン、マフィン食べたいな。もういいんじゃない。あんま走るとね振り向かれちゃうからね。あそこの車まで走れんじゃない。さあってどっちに行くかな。解除。見失ってないから大丈夫大丈夫。私くしゃみするとね鼻水が出るんですよ。ちょっと鼻かみますね。これこっち引かしてくるんじゃなかったっけ。あっちか。で右に行くんだよね。あっちのこっちの方面に行くんですよ。それは覚えてんな。まずこっちに。あ、ここ目的地か。トリコの旦那。行けた行けた。鼻水が気になって進めないわ。あ、女の人だね。やはり主人は浮気していたのか。しかしケバい女だな。歳は結構いってそうだ。失礼なこと言うな。今日も赤レンガで、赤レンガ、ジャッジアイズでは有名な赤レンガですね。ラブのあれですね。ええ、もちろんよ。何かやらかすと言ったら赤レンガなんですよ。ラブのあれです。OK。ベストポジション。はいはい、写真撮影ね。写真撮るの苦手なんだよな。あ、バッセンだー。バッティングセンター行きたいなー。あのね、個人的にね、あの、物語を進めるのはダメだけどっていうので、一人でバッセンに来たことあるんですよ。うちもいとこ。カメラを構える。一
ひとまずこっちに隠れよう。さーて、急いで急いで急いで。ホテルに入る瞬間、チャンス。あー、すいません。もう一回、すいません。右にチェックがかかってたからね、そのタイミングだよね。せっかちが出たわ。すいません、もう一度やらせていただきます。今だ。これでよしと。浮気相手の素性だな。ホテルから出るまで待つか。あー、よかったです、取れて。出てくるのはまだかな。お、出てきましたね。やっと出てきたか。いい年こいてフルラウンド。やめてくれ。お、都合がいい。女の方をつけよう。この女の人ね、なんだったかな。なんかちょっと、後ろ向いてきたり引き返したりとかしてくるんじゃなかったっけな。結構いろんなとこ隠れとかないと、こっち向かれたりするんじゃなかったかな。違ったかな。ごめんね。あの人歩くの早いね。私と一緒でせっかちだな。よし、ここに隠れよう。パワー、あれは読めるよ。あっち行ったりこっち行ったりみたいなことしてきた気がするんだよな。からし色の服ね。隠れたら見えないね。あっち行ったね。これでここ隠れとくか。じゃあ一応左に行きましたかと思ったら、ほらあっち行ったりこっち行ったりするのよ。うろうろしてんね。歩道が怪しいんだよな。あの白い車の後ろに隠れたいな。よし、で左曲がるかな。すいません。怖い。のせいだよ。よし、ここ隠れよう。ほらもう挙動が怪しすぎるんだよね。あっち行ったりこっち行ったり。ゆっくり慎重に。お？何見てんだ？どこ行くんだ？ジェントルマッスル。映画の広告見たのかな今一瞬。ついてっていいのかな。何ですか。やばいやばい、こっち見てるこっち見てる。いませんよ。あのね、他の実況者さんも見てるんだけどね、こんなガツガツね、あの言ってる人はいない。
いやせっかちなんどうにかしたいんだけどね。まだいけるでしょって思っちゃうんだよね。あぶねえ。その魚のところも隠れるかな。隠れれるけど、いやそうだ、左曲がるよね。ターゲット見失ったっていう時のあの音楽は怖すぎてね。何ですか？何ですか？見失ったって時の BGM 怖いからさ、急いで行っちゃうんだよね。あんま走っちゃいかんのよ。走っちゃいかんのよって言いながら走ってるっていうね。はい、ここは見覚えありますか皆さん。周りもっちょで見せとけばよかったね。はい、あれ、ここはそうコーヒー屋さんです。まさか、そうカラオケスナック。まあ一応だね。多分カラオケスナックのお姉さんと浮気してるのかな。のりこさんですか？何かありましたか？これから事務所に来られますか？よし、事務所に戻るか。さーて、夫の浮気は有罪か無罪か。これらの証拠からご主人は浮気されてるということでほぼ間違いないかと、黒じゃないかと思います。やっぱりそうですか。ごめんなさい、続きを聞かせて。相手なんですが、この方ご存知ですか？コーヒー屋さん、ヘビーコーヒーの上の階に入ってるスナックのママではないですか？私も面識があります。そんな、こんな近くに浮気相手がいたなんて。人間なかなか気づかないものですよ。人間関係は当人でしか分かりません。知らない方が幸せなこともあります。ご主人がご近所さんと浮気してる、これが真実です。その真実を求めたのはあなたです。これからどうするのか考えてね。別れます。何も知らずに残りの人生を過ごすよりよっぽどいいわ。本当にありがとうございました。あはは、離婚した先がスタート地点だったとは。東大元暮らしを、ここでも受給できるんだね。はい、なんとも悲しい事件でしたね。お、あー悲しかったねー。そんなことがあるんだっていうね。皆さん浮気にはご注意を。それでは今回はここまでにしましょうかね。ジャッジアイズいかがだったでしょうか。いやーちょ、浮気調査写真撮るの難しかったね。うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。織田信長でした。バイバイ。